どうも、メカです。今日はこんなプロフィールの私が歩くだけでマイルというポイントがたまるマイルズというアプリを紹介していきたいと思います。メリット、デメリットをまとめましたので参考になりましたら幸いです。まずはマイルズについての重要なポイントをまとめました。マイルズは様々な移動方法でマイルというポイントがたまる歩数計アプリです。利用料無料で利用でき、使い方はインストールしてバックグラウンドで起動させておくだけ。マイルがたまると Amazon ギフト券などのギフトに交換できたり、豪華商品への抽選に参加することができます。移動履歴を記録でき、マイルを貯めれば貯めるほどステータスがアップし、ステータスに応じた特典がプレゼントされます。毎日の移動でお得がたまるアプリ、それがマイルズです。ではここからマイルズについて詳しく紹介していきます。マイルズはすべての移動で商品やサービスがお得に利用できたり、寄付ができるスマホアプリです。ポイントが付与される歩数計アプリとも言えます。米国のシリコンバレー発のサービスで、2021年の10月に日本に進出しました。すでに140万人以上が利用しているアプリです。日本でも公開後24時間で10万人以上が登録しました。マイルズでマイルを貯める方法は、スマホを持って移動することです。移動方法によってマイルの貯まる量が変わってきます。基本は車の1倍です。1マイルの移動に対して1マイルのポイントを貯めることができます。1キロではないので注意してください。徒歩やランニングでは1マイル進むと10マイル分のポイントを貯めることが可能です。逆に飛行機では1マイルで 0.1 マイル分のポイントしか貯まりません。楽な移動ほどマイルを貯めにくい仕様になっています。マイルズにはステータスが存在します。シルバー、ゴールド、プラチナムの3つです。条件を満たすとランクアップしていき、一番上はプラチナムです。基本はシルバーからスタートします。750マイルから1999マイルを貯める、もしくは特典交換を1回するとゴールドにランクアップします。そして2000マイル以上貯める、もしくは特典交換を2回するとプラチナムにランクアップします。シルバーステージの特典は3つです。毎月100ボーナスマイルがもらえ、1周年記念に2500マイル、誕生日に2500マイルがもらえます。ゴールドステージになると、毎月200ボーナスマイル、1周年記念に2500マイル、誕生日に2500マイル、さらにマイルの交換率がお得になります。最上位のプラチナムになると、毎月400ボーナスマイル、1周年記念に2500マイル、誕生日に2500マイル、そして交換率がゴールドよりも優遇されます。では、マイルズのメリットをまとめていきます。大きく分けると4つのメリットがあります。1つずつ紹介していきます。1つ目は、アプリをスマホにインストールしておくだけで、マイルが勝手に貯まっていくことです。特別なアクションをする必要はなく、スマホを保有して普段の生活を送ればいいだけ。ズボラな人やめんどくさがりの方でも簡単にポイ活が可能です。2つ目は、様々な移動方法に対応していることです。マイルズでは歩くだけではなく、様々な移動方法でマイルを貯めることができます。地方に住まいの方や営業の人は車移動が多いと思いますが、それでもどんどん貯まっていきます。海外出張が多い人でも飛行機に乗ればカウントされます。3つ目は、交換特典の種類が豊富なことです。貯まったマイルは特典と交換できますが、種類が非常に豊富です。実際の商品と交換できるジャンルもありますし、割引クーポンしか交換できないジャンルもあります。割引クーポンの場合は 10% から 20% オフになる商品が多いです。抽選は JCB プレモやダゾーンの視聴券、Hulu のチケットなど、時期によっていろいろと変化します。4つ目は、
無料で利用できることです。マイルズは完全無料で利用できます。こちらが負担するのは通信費だけです。マイルズは利用料が無料なので基本的にデメリットはありませんが、注意点や不満な点はいくつか存在します。大きく分けると2つです。1つずつ紹介していきます。1つ目はスマホバッテリーの消耗が早くなることです。マイルズでは移動距離を計算する必要があるため、常に GPS をオンにしておかなければいけません。これにより通信量が大きくなり、電池の消耗も早くなります。2つ目は特典の交換ハードルが高いことです。多くの特典が用意されていますが、ギフト系の交換ハードルが高いです。例えば Amazon ギフト券に交換するにはシルバーステージの場合、100円分で5000マイル必要です。1マイルあたりの価値は 0.02 円です。プラチナムでは100円分で4000マイルとややハードルが低くなりますが、それでも1マイルあたりの価値は 0.025 円です。では最後にマイルズをまとめていきます。車や飛行機での移動でもマイルが貯まる点は非常に魅力的です。特典も豊富ですし無料ですから、インストールしておいて損はありません。使ってみたところマイルも貯まりやすいですし、個人的には今後も継続して利用していきたいアプリです。移動するだけでポイ活ができますので、気になった方は迷わずインストールしましょう。以上、今回はマイルズについて紹介してきました。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。